バレーボール第8回 V リーグは2001年12月8日から2002年3月17日にかけて行われた V リーグの大会である。2回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームが変則リーグ戦を戦い、上位2チームが優勝決定戦を行う。 12月14日、12月15日、12月16日、12月23日、12月24日、1月12日、1月13日、1月14日、1月19日、1月20日、1月26日、1月27日。 1>, 1レックの結果2月2日2月3日2月9日2月10日2月11日2月16日2月17日2月23日2月24日3月1日3月2日3月3日,3月3日2レックの結果3月15日3月16日3月17日 V リーグ9位の NTT 西日本レグルスのキューブが決定しており V リーグ10位の日立国分と V1 リーグ1から3位の3チーム、K4 チームで出場決定戦を行った。3月16日、3月17日この結果、日立国分が次期 V リーグ残留を豊田合成が昇格を決めた。 12月8日、12月9日、12月15日、12月16日、12月22日、12月23日、12月24日、1月12日、1月13日、1月14日、1月19日、1月20日。 1>, 1レックの結果1月26日1月27日2月2日2月3日2月9日2月10日2月11日2月16日2月17日2月23日2月24日2レックの結果3月8日3月9日3月10日3月16日3月17日この結果伝送が次期 V リーグ残留を日立沢が昇格を決めたありがとうございます